そこまで、なんだろう、すぐ2、3年使ってまた買えちゃうようなものに高いなっていうふうには思いますね。これまで数年来大きな成長は見せてきておりますけれども、さらにそこに新品の価格の上昇といったところが後押しをしているのかなというふうに考えています。